に来たんですもんね、ご意見を。東京八区からいらっしゃった方かな。ですね、私は杉並で吉田晴美さんの、運動をずっとやってきました。で昨日の夜まで、山本太郎さんが八区から出るというのは知りませんでした。で今日東京新聞で、出馬するということを出てましたので分かったんですが、本当に寝耳に水でですね、この東京第8区は令和新選組の辻村さん、から共産党の方、それから立憲民主党の吉田晴美さんと3人の方が野党一本化に向けてボトムアップでですね、こう積み上げてきたんですよ、候補者調整を。で土壇場に来て、共産党も下ろすというようなことで吉田晴美さんにほぼ決まりかけてる段階で、どこまで来たんです。だから山本太郎さんが今日発表して八区から出るということなんですけども、辻村さんという令和新選組の方は最初から出てきてるんですよ。で山本さんが出るんだったら最初から八区から出てほしかったんですよ。そういうね、こう下からの積み上げということを無視してやると非常に今八区の中で状況混乱してます。山本さんが出ることで、だからちゃんとした説明と、本当に立憲民主党と共産党と、あと社民党含めたその3、この4党で山本さんでやるってことが本当に決まったのかどうかを、もう一回同じ話が出てますけれども、もう一回はっきりお答え願いたいんです。以上です。ありがとうございます。吉田晴美さんの支持者、東京8区杉並という地域です。山本太郎が今回衆議院選挙で杉並区から立候補することを決めました。そのようにお伝えしました。山本太郎が出ることによって、もともとその土地で活動をされていた方々にとっては戸惑うこともあります。これは野党共闘、野党4党によって、これを共闘していこう、選挙区を絞っていこう、要は自民党、要は与党側、野党側、候補者の一騎打ちにできる限り近づけていこう、調整できるところはという試みです。で、今お話伺ったことなんですけれども、共産党はもうすでに吉田晴美さんを下ろすことを決めてたっていうのは、それ中央の決定ですか？中央の決定であるかどうか教えていただいていいですか？決定とかは分かりませんが、本番のチラシをですね、作るということを、共産党の方は今回はもうやらないと、候補者出てますけども、そういう話聞きました。だからしたがって、杉並の末端では多分山本さんが出るということを抜きにすれば、ほぼ吉田晴美さんで候補者を一本化するになるんじゃないかと、僕はそう理解したんですよ。ありがとうございます。はい、共産党、先ほどお話の中で共産党ももう下ろすことを決めていたということをお話しされてたので今確認をしました。私とはちょっと認識が違います。何かというと、共産党として今立っているのは誰かってことなんですけれども、自民党で立憲民主党で、共産党、維新、このメンツが東京8区杉並というところで立候補を決めています。その中で今お話があった立憲民主党の吉田さんというところで一本化をしたい、一本化をしていった方がいいだろうという運動を地元でやられている、そういう方からのご意見です。で、私が交渉をしている時、話し合いをしている時には、これは立憲民主党にも共産党にも確認していることですけど、共産党はここを調整するって話はまだしていない、確定していないということは言われていました。なのでちょっと認識が違うかもしれません。現場でみんなで共有していたことと実際に中央での判断ということ、こことには乖離があったってことなんでしょう。おそらくそういうことだと思います。で、その乖離を埋めるためには何が必要かってことを考えると、それぞれの政党がそれぞれの支持者に対しての説明というものが必要になってくるんだろうと、そう思います。もちろん一本化されたからには、私自身がこれまで、活動されてきた候補者とそのコアな支持者たちの方々と説明をするような場であったりとか、こういうことになりましたという場が作られるならば、そこは私も出ていきたいと思います。やり取りをしていきたいと思います。で、この中には社民党は入ってません。当然社民党は関係ないですから、候補者として立ってませんので、本当に心苦しい、そう思います。
だってこれまで活動してきたんだもん。そこになんでわざわざ入ってくんの。その気持ちもよくわかります。だったらのけよって話になるかもしれないけど、でもこれ調整だから。当然杉根お言葉いただきましたね、先ほどね。もともと立っててくれたらよかったのに、そういうお話ありました。山本太郎がね、最初からうちの、令和新選組の辻村という人間が立ったんですけど、最初で、その中で、私たちこの8区の中にねエントリーはしてたんですよ。2020年から私たちも、杉並区の中で候補者は立ててた、立ててたけれども、そこがやっぱりちょっと活動が思わしくなかったってことですね。そう考えるとすると、でもそこから候補者を下ろせるかどうかわからない。だって少なくとも私が初めて選挙に挑んだ土地ですから。そしてこれまでも街宣とかやるときにも絶対に外せない土地、ある意味で令和新選組のこれまでの得票を見ると、杉並は私たちの中では非常に大切な土地ではあることは間違いないんです。そう考えたときに、もちろんその先でどういう選挙区が生まれるかってことは見ていかなければなりません。このね数年の間、総選挙があるまでの間、その中で全体的にこう投票率が上がるようなところに自分自身が受からなかったとしても何かしら底上げにつながるような選挙区があるんだったら、そういう選択肢もあるよな。自分の頭の中で2つです。確実に勝ちに行く選挙と、もう一つはそういう形で貢献をする選挙、そのいつも2つの間、その間に私はいました。で、最もその選挙に興味を向けるという意味合いでのカードがこれはもうなくなっちゃったんですね。もちろん他の選挙区もいろいろ見てましたよ。勝ちに向けてっていうこっち側の2つあるうちの1つ、勝ちに向けて選ぶ選挙区と、もう1つは勝てないかもしれないけれども選挙全体に面白みを与えたり投票率を上げていったりっていう活動の選挙区、ここはなかなかないんですね。1つしかなかった菅さんとこ、ただし現役の総理大臣としていてもらわなきゃチャレンジはしても意味がないところだったんです、はっきり言っちゃえば。でもそこはもうなくなっちゃった。でもう一つの方、勝ちを取りに行くっていう選挙区をどこにするかっていう複数の中で自分自身で冷静に考えてみて、ゼロ、全くの下地がないところ飛び入るっていうところはなかなか難しいって判断になりました。なので調整をするときに、当然各党からはまず代表はどこから出るのかと、そこを調整していくということから始めていきたい。もちろんそれに対してはもらいっぱなしじゃないですよね。こちらとしても諦めなきゃいけない選挙区は出てくる。これはあくまでも政党間の中でのお互い様のやり取り。でもそこで忘れちゃいけないのは、今日この場まで来てその地元の声を聞かせてくださった方々のような存在だと私は思ってます。申し訳ない、そのままにしとけばいいやん、お前別に出んでもいいやん、気持ちはわかる、気持ちはわかります。でも少なくとも取りに行くのは何ですかってことを考えた時に、譲ってもらうことによって引くことによって譲ってもらってっていうやり取りをするのがおそらく野党共闘だと。そこで東京8区杉並ということを決まってしまって、皆さんに対しては非常に不快な思い、それのみならず本当に悔しい思いをさせてしまったことにはお詫びを申し上げるしかない。でも獲得目標に向けてできれば鼻をつまんで一緒にやってもらえたら、こんなにありがたいことないです。鼻をつまんで、山本太郎みたいな嫌なやつだけど、どうかお力貸してもらえないですか。石原さんのご子息倒すために、厳しいと思います。どちらにしても浸透してるわけじゃないから、山本太郎自身は。そういった意味ですけれども、これまでこの杉並で活動をした選挙であったりとか街宣であったりっていう地の利がある、そういった意味では全くの初めましての土地よりかは私たちは戦える、そういう選択の末なんですね。もちろんそのことについて心を痛めている方々はいらっしゃる。その方々と力を合わせていけるような何かしら皆さんの集まりでおいて、私自身がお詫びをしたり、そして今
直接申し上げたように鼻をつまんで応援していただけませんかっていうようなことを直接申し上げるような機会いただけたらなっていうふうに思うんですけれども、考えていただけないですか。今すぐとは言いません。今答えなきゃいけないってことじゃないです。そういう思いです。すいません、本当に勝たせてください。引きずり下ろさせてください。よろしくお願いします。